なんでずっと死んでんの。あれ、いなくね、ラプラス。いや、持ってけないんだよね、お前のこと。だって、そう、そうじゃん、こんなの。助けてー。これ請求書送りますんで払ってくださいね。命には変えられないんで。カルビそんな金持ってんじゃ代わりに払ってよ。お前、私が外まで連れてこなかったらお前の命ないんだよ。罪をなすりつけようとしてるな。請求書これはダメだな。これはちょっとダメだな、これ。あ、請求書断ってましたよ、なんか。おいおいおい。ええー、何を知った、なんか死んでない？なんで？なぜ？なぜなの？なんかダウンしたけどなぜなの？なんかお腹空いてたとか。両方が？ちょっと待って、だってこれ監獄まで救急車の人。出してくれませんか？ちょっと今それどころじゃないの見てわかんないでしょ。そうそうじゃん。これは許可しろ。パンで結構。許可しろっていうかもう送られてきましたよ、請求書。あ、パンすげえな。払ってくださいね、ちゃんと。いや、助けてー。なんで、なんでずっと死んでんの？え、ちょっとカルビ、ごめん。なんで死んでんの？これ、どうすればいいのこれ。ねえ、持ち上げて。トグルロープ単価みたいなのない？でこれ何？雑雑これなんでこれ捕まってんだよ。いやー、すいません。10万でいいですか？あと、本当にバイクはもう。これどうすんの？の、いなくね？手錠の仕方も教えた方がいい。アルビさん。はい。これどうしたらいいのこれ。上？上？これなんで上に連れてくのこれ。ちなみに。死んでるんか。どこ外？警察の人？あれ、いなくね？手持ち金で、その下が、ATM。あれ、いなくね、ラプラス。でも、迷子。あれ？どうやって断るんですか、これ。ねえ、戻ってきてる！なんで？なんで？どういうこと？どういうこと？どういうこと？ね、死んでる。いや、持ってけないんだよね、お前のこと。2分半やっても、あと。だって、今、上行ってた？え、そう、ここ、地下だ。地下じゃない？ついてってた？さっき。ついてってるよ。いやでもね、見えなかった、いなくなってたね、途中で。なんかね、見えなくてもなんかついてってるっぽいんだよな、普通に。そうなんだ。冷たすぎる！どこ？いや、同じ状況になってた。これね。もうカルビに、俺の命は預けた。外に連れてけばいいんだよね。ちょっと上がりすぎじゃないカルビさん。いや、誰かな？大丈夫。わかる？外感がある。よし。ナンバープレート。絶対にし、もうだって、そう、そうじゃん、こんなタイヤあれへんから、お前これ。助けて！やばい！やばい！死んだ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 助けて助けて！助けて！こういう状況これ。え、どうしたの？助けて！待って。待って。救急隊員呼んだ方がいい。呼んだんだけどさ、呼んじゃった！もうダウンしてない。無視されたの？ちょっと待ってね、呼んでくるわ。カージャックや、カージャックや。あ！何やってんのこれ。こっちこっちです、ごめんなさい。はい。こうだと思います。すいません。ありがとうございます。すいません。あー、これか。大丈夫ですか？お願いします。はい、ますよ。はい、大丈夫じゃないです。これ二人いる？二人です。カバンの中いる？二人です。一人ずつやってみる？一旦診断。怖い。助けてラップ様って誰ですか？怖い。診断がラッターに当たってる。女性。カルビさんいける？はい。いける。お願いします。助けてー。除細動器。うん、重要ですしねー。アナプ様が左です。左？あ、黒い方。出た。じゃあ俺カルビさん直すね。ありがとう。え、これ起こせてんのこれ。なんかちょっとずつ起き上がってる。何それ。はい、起こしましたー。ありがとうございます。これ請求書送りますんで、払ってくださいね。
ちょっと待ってください。はい。あ、ありがとう。はい、おかえりなさい。ありがとうございます。いくらですか？あ、意識が戻ってくる。12万です。はい。うちには変えられないんで。はい。まあ、そうだね。ちょっとこれは、なんか、金ないっす、今。え？金なくて、今、借金。公務員っすよね。今、借金してて。はい、公務員頑張ってください。え、30万借金してて、今。頑張って働いてもらって。そうなんだよね。はい、え、ちょっとさ、あの、はい、2人割り。二人割りとかない二人割り。あ、二人割り。いやでもこっちも二人なんで。いや、でも本当にお金なくて。付属割りみたいのないかな付属割り。家族割りは。バディなんで、バディなんで自分たち。ちょっと、バディ割り。まあじゃあ、エビをもう送った請求書。俺送ったもん。あ、俺も送っちゃったんだよ、ね。報酬って出てる。あら。じゃあお金くれてもいいんですけど。追記だ。請求書じゃん、もう。なんか、請求書って払わなかったらどうなの？一日後に勝手に払われらしい。ちょっとあ、そうなんだ。そのお金ない、お金ないですよ。でも100万最初あるはず。いや、ちょっと自分、借金があって。それ使っちゃって。そうなんだよね。まあ、貯めてもらうしかない、これは。じゃあ、3日以内にちょっと、払うか。買えない。はい。これ、待って。すいません、ちょっと。これどうやって気づけなくて。いや、すいません、お金、じゃあ、お金持ってそうですもんね。ちょっと公務員だから。オールペイカルビ、そんな金持ってんじゃん、代わりに払ってよ、ちょっと。うるせえ。嘘でしょ動けないけどなんで？うるせえお前私が外まで連れてきてやったんだぞお前私が外まで連れてこなかったらお前の家じゃないんだよじゃあいいよ途中で払ってよ感謝しろ私に走って警察署戻るか大丈夫お前が知らなかったら私も請求書払わなくてよかったんだかな何台でも確かにじゃあ、おみも飯食ってねったらこうなんだろうが、飯食えよ、お前。え、ちげえよ。飛び降りちゃったんだよ。マジで？お前を救うために飛び降りちゃったの。マジ言ってんの？飛び降りたの？そうだよ。それちょっとおもろいよ。じゃあいいわ。じゃあ。ちょっと、そしたら、一旦僕が立て替えるんで、僕に請求してもらっていいですか？ね、ちょっとさ、動けないんだよね。ほら。代わりに払ってくれるってよ。じゃあ、どうしたらいいの？ちょっと。いや、これ、笹さんに。一回俺が立て替えとくから。上司。ラプ様。あれ、いなくね、ラプ様。なんか。いくらで請求しましたか？ 12 万です。12万、あれ、消えたぞ。はい、支払いました。ありがとうございます。いや、本当にどうしようもないんです。あの警察、ラプラスダークネスとかいう。じゃあ、ちょっとすいません。あいつ。ありがとうございます。本当に、いやいやま、困ったら本当にどうしようもないんです。なんで。警察大変っすね。ね、大変だよ、ね。ちょっとまたよろしくお願いいたします。いえいえ、また呼んでください、すぐに。またお願いします。はーい。ちょっと送ってほしい、ね。頼むよ。取られるのか。車も取られるし。